安土坂の戦い、織田 vs 今川、三河をめぐる争奪戦の行方とは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は安土坂の戦いについて紹介していこうと思います。こちらのテーマは SMK 皇帝ファントム陛下様と NC 様よりリクエストをいただきました。動画にさせていただきましたので、お楽しみいただければと思います。戦国時代、徳川家康の祖父松平清康は三河の国で大きく勢力を伸ばし、戦国大名の仲間入りを果たしていました。ところが清康の死を契機として、三河は織田と今川の主導権争いの舞台となっていくのです。やがて争いは全面対決に発展し、安土坂の戦いが勃発しました。勝つのは新興勢力の織田か、それとも旧来勢力の今川か。三河争奪戦のあらましをご紹介していきましょう。松平の衰退を招いた清康の死。後の徳川氏の祖となった三河松平氏ですが、第7代当主清康の頃に大きな飛躍の時期を迎えました。1524年、安城城にいた清康は祖父長近の貢献を受けて軍を動かし、山中城を継いで岡崎城の乗っ取りに成功。本拠を岡崎城に移します。さらに北へ進んで飛鳥城の鈴木氏を下し、5年のうちに牧野氏、戸田氏、そして奥三河の山形三方州をも屈服させ、18歳にして三河を統一してみせたのです。まさに若くして英邁、希代の名将となった清康が次に目指したのが尾張でした。1530年、三河と尾張の国境にある岩崎城を落とし、信濃城を奪い取って大いに規制を上げました。さらに5年後には大軍を率いて尾張の奥深くへ侵攻し、織田信光が守る森山城を囲みます。しかし清康はここで思わぬ最後を遂げてしまいました。家臣の阿部正豊に背後から切りかかられ、非業の死を迎えたのです。突然主君を失った三河は大混乱となりました。清康の嫡男竹千代こと広忠は三河から追われて伊勢へ逃げ、代わりに血縁者である松平信康が岡崎城へ入ります。信康はかねてより家督を狙っており、この機に乗じて国主に収まろうと考えていたのです。一旦は逃げた広忠ですが、隣国の今川氏の支援を受けて勢いを盛り返し、逆に信康を攻めて起伏させました。ようやく岡崎城へ戻った広忠ですが、松平氏にもはや往年の勢いはありませんでした。清康を失ったショックは大きく、国衆たちは次々と離反、その勢力はすっかり弱体化したのです。また西からは尾張の織田信秀が兵を繰り出して西三河を伺っていました。今の松平にとって今川氏を後ろ盾にしなければ両国の維持は難しくなっていました。安城城攻防戦。織田信秀による三河への圧迫が日増しに強くなっていく中、広忠は先手を打って織田方の鳴海城を攻撃します。しかしもろくも跳ね返され、松平勢はあえなく敗北を喫してしまいました。一方信秀はこの戦いで自信を深めます。先代の頃の三河兵は強かったものだが、今は弱兵になり果てておる、今が好機じゃ。信秀が狙ったのは三河西部にある安城城でした。この城を取れば広忠のいる岡崎城までは3キロほど、何の障壁もありません。一方広忠も安城城の重要性は分かっていました。一族の長老松平長家を城代としておき、1000の兵で守らせました。当時の安城城は湿地に囲まれており、守りやすい立地にあったそうです。1540年6月、刈谷城主水野忠政の軍勢を加えた織田勢3000は東へ向かい、安城城を囲みました。ちなみに忠政の娘於大の方は後に広忠の正室となって家康を産むことになります。
安城城に迫った織田勢は軍勢を二手に分け、主力を北の高台に、そして水野勢を南に布陣させました。南北に敵を抱える形となった松平勢ですが、ここで城代の長家は果敢な反撃を繰り返します。積極的に城外へ兵を繰り出し、3倍の敵を相手に奮戦したのです。一時は織田勢を撃退するほどの戦いぶりを見せた長家ですが、双方の数の差は歴然としていました。松平家臣たちは次々に囲まれて討ち死にしていき、戦況は絶望的となります。安城城の危機を聞いて岡崎から援軍が駆けつけるものの、とうとう間に合わず長家も討ち死に。両軍合わせて1000もの戦死者を出したそうです。諸説ありますが、この時に安城城は織田の手に落ちたものと思われ、岡崎城へ織田が攻めてくるのは時間の問題となったのです。また安城城の落城は松平にとって大きな痛手となりました。一門衆の松平清康や松平重弘らが広忠を見限り、矢作川以西の重臣たちも軍門に下ったのです。こうして戦力を半減させた松平は、いよいよ今川の力を頼る以外に方法がなくなりました。第一次安土坂の戦い。これも諸説ありますが、安土坂の戦いは一度しかなかったという説と、二度戦われたという説があります。戦いの様子を記したものといえば、新潮後期、三河物語など複数の資料が存在しますが、いずれも一回のみの記録しかなく、なおかつ年代も微妙に相違があるからです。とはいえ、戦いは二回なかったとも言い切れません。ここでは第一次、第二次にわたる安土坂の戦いについてご紹介していきましょう。安城城を奪われてから2年後の1542年8月、織田の勢力を三河から駆逐するべく、広忠は今川義元に救援を依頼。それに応じた義元は数万の大軍を三河へ派遣しました。一方、織田信秀も4000の軍勢を集結して矢作川西岸へ出陣。川を挟んで両軍は対峙しました。岡崎城まで目と鼻の先ですから、信秀は大軍を前にしてもひるみません。松平今川連合軍は岡崎城の南東にある庄田原に布陣し、川を渡ってくる織田勢を迎え撃ちます。戦場となったのは現在の土佐木公園の西側周辺で、当時は安土坂と呼ばれていました。川を渡り切った織田勢が隊伍を整えると、初動において果敢な突撃を敢行。貨幣をものともせず、一気に今川軍の先陣へ突きかかります。織田勢の勢いに押された連合軍はたちまち混乱し、備えを次々に破られていきました。信秀はなおも突撃を繰り返し、敵陣の奥深くまで攻めかかっていきます。連合軍が危うくなりかけたところ、ここで本陣に加わっていた大元節斎率いる精鋭が立ちふさがりました。節斎はまず軍勢を落ち着かせて体勢を整え、ここで逆襲に転じたのです。数の上で劣勢な織田勢はじりじりと押され始め、織田勢もその数を減らしていきました。信秀の本陣も危うくなり、矢作川を背にして全滅かと思われた時、織田の別動隊が姿を現しました。信秀の弟信康、信光らが戦場を大きく迂回しており、長く伸びきった連合軍の横腹に痛撃を加えたのです。思わぬ方向から攻撃された連合軍はまたしても混乱し、撃たれる者、逃げ出す者が相次ぎます。総崩れ寸前だった信秀の本隊も体勢を立て直して攻勢に転じました。分断、かっこ撃破の恐れを感じた今川義元はすぐさま岡崎城への撤退を命じ、大敗北の危機を脱します。こうして戦いの結果は織田の心象に終わり、この戦いで戦功を挙げた者たちは後世安土坂七本槍として称賛されたといいます。第二次安土坂の戦い。
安土坂における勝利によって西三河一帯で織田の影響力がますます強まることになります。刈谷城主水野信元は妹お代の方を広忠に嫁がせていましたが、織田に味方するために離縁させました。広忠としては安城城を奪われ、信元も離反した以上、もはや独力で織田に抵抗するのは不可能となったのです。こうなると国主としてのプライドもあったものではありません。1547年、まだ6歳の嫡男竹千代を人質として義元のもとへ送り、関係強化を図ったのです。ところが護送の任に当たった戸田康光が突如裏切り、竹千代の身柄は織田方へ引き渡されてしまいました。思わぬ人質を手に入れた信秀はほくそ笑みます。そして竹千代を盾に広忠に対して恭順を要求したのです。竹千代の命が惜しくば我が傘下に入り、岡崎城を明け渡すべし。しかし広忠は今川を裏切りませんでした。かつて放浪していた自分を国主に返り咲かせてくれた恩義を感じていたのでしょうか。決然と信秀の要求を拒絶したのです。広忠の覚悟を知った信秀は、生半可な方法で三河を手に入れることは難しいと悟りました。ならば我が武力で三河を手に入れてみせるまで。ちょうどこの頃、美濃の斎藤道三と和睦を果たしたこともあり、三河攻略に全力を注ぐことが可能になっていました。そして再び岡崎城へ向けて進軍を始めるのです。1548年3月、4000の軍勢を率いた信秀は矢作川を渡って上和田に着陣。一方義元も大元節祭を総大将に任じて1万の軍勢を派遣しました。ちょうど松平今川連合軍が安土坂の頂上付近に陣取る形となり、大軍同士が相対します。まず仕掛けたのは織田勢でした。先陣を務めた織田信広は坂の下から果敢に突撃し、連合軍を突き崩そうとします。しかし高い位置に布陣している連合軍の方が有利でした。散々上から矢を射かけられ、浮き足だった信広勢は備えを崩されて後退していきます。信広は押し込まれるものの、無理はせず敵を誘い込む戦法を取りました。続く織田方の二の陣もまた敵の攻撃を受けて押されていきますが、ここで粘り強く踏ん張りました。信秀の本陣近くまで攻め込まれるものの、信広らと共同して押し返し、戦況は一進一退となったのです。ここが正念場じゃ、押し返せ。すると連合軍の先陣を担っていた松平勢が崩れかかり、ここで形勢が一挙に逆転しました。松平勢が崩れたぞ、今こそ押し出せ。勢いに乗った織田勢が全軍を挙げて攻勢に移ろうとする瞬間、思わぬ攻撃を腹背に受けたのです。それは節祭があらかじめ仕込んでおいた伏兵でした。岡部元信率いる一帯が無防備な織田勢の横っ腹に一撃を加えたのです。予期せぬ攻撃を食らった織田勢は大混乱に陥り、信秀は懸命に立て直そうとするものの、徒労に終わりました。もはや織田勢は総崩れとなり、戦いどころではなくなります。勝機を逸したと判断した信秀は撤退を指示し、矢作川を渡って安城城まで後退しました。こうして信秀の三河攻略の野望は失敗に終わり、広忠は岡崎城を守り切ったのです。安土坂の戦いのその後、安土坂の戦いの後、広忠は一門衆や家臣たちの再結集を果たすべく奔走しますが、翌年3月に謎の死を遂げました。死因については暗殺説や病死説などがあるようです。いずれにしても広忠の死は周囲に大きな影響を与えました。その方に接した今川義元は早速軍勢を送り込んで岡崎城を接収し、尾張三河国境にある織田勢力を駆逐して安城城を孤立させることに成功しています。さらに1550年10月から11月にかけて安城城をめぐる攻防戦が繰り広げられました。
やがて松平今川連合軍の猛攻によって城は落ち、城主の織田信広は捕獲されます。三河攻略の根拠地といえる安城城の喪失は、すなわち信秀の野望がついえたことを意味しました。信秀自身も1552年頃に没し、やがて織田氏は大きな混乱期を迎えることになります。一方、今川義元の三河計略は着々と進みました。当面の敵である織田を三河から叩き出した今、やるべきことは三河を領国化することです。安城城で捕らえられた織田信広を交換条件として、竹千代を取り戻し、岡崎へ戻すどころか駿府に留め置いたままとしました。また義元の宿願は、かつて信秀によって奪われた尾張東部を奪還することにあります。三河衆を先兵として大軍を繰り出し、いずれ尾張を平穏する、これが義元の狙いでした。安土坂の戦いから12年後、義元はいよいよ宿願を果たすべく行動に移すのです。まとめ。織田信長が登場する以前、織田と今川は三河をめぐって激しい争奪戦を繰り広げていました。安土坂での戦いでは双方とも決着はつかなかったものの、やがて松平広忠、織田信秀と相次ぐ主役たちの死によって、今川義元は漁夫の利を得ていくのです。一方、広忠を失い幼い主君を人質として取られた三河衆は、長きにわたる至福の時を過ごします。しかし、そんな艱難辛苦があったからこそ、家康を中心として団結し、歴史の表舞台で活躍できたのではないでしょうか。三河をめぐる物語は、そんな人間模様を映し出しているのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。